よろしくお願いします。上期あと30分で20分で終わりますね。あと20分でなくなる運用システム課の磯水木が発表します。ですね、タイトルはこちら、トレノルに入れとくリアクションを作ってみたということで、まあもうなんとなくわかるかなと思うんですけど、あの手順書っぽく作ったので、もし興味がある方は後で見て作ってくれたら嬉しいなと思います。いきなりですけど、あ、こっちか、ごめんなさい、すいません、いきなりですけれども、こんなことありませんでしょうか。誰かにタスクをスラックで振られて、あ、これ後でやろう、ちょっとでも自分の頭のメモリじゃ足りないなっていう時に、あのトレロのトゥードゥーリストに入れたいなっていうことあるかなと思うんですけど、今回それを解決する仕組みを作りました。ですね、みぼちゃんっていう私のボットに命令をされて、わかりましたということで、後でトレロに入れるっていう、トレロするっていうスタンプを作りました。で、一番、左端ですね、ボットってちょっと小さく書いてあるんですけど、これサーバーワークスのスラック内にボットを、用意してずっと監視させておきます。で、誰かの投稿にスタンプがついたら、あ、スタンプついたっていうのを 見つけてくれて、で、あ、なんか目が変ですね、ラムダになんかスタンプついたよっていうのを教えてくれます。で、ラムダが、あ、これトレロするスタンプだっていうのを見つけて、これ磯がトレロに入れたい投稿なんだなっていうのを判別してくれます。で、そしたらそれを見に行ってトレロにカードを追加してくれますというのを作りました。で、焼きそばパンを変えるという仕組みを作りました。で、あのちょっと順番前後するんですけど、目次はこんな感じです。3本柱がスラックでまずボットを作る、次にトレロの API を使えるようにする、あとは、3つ目に API ゲートウェイとラムダを構築する、その3段階です。まずスラックでボットを作りましょう。この辺ちょっと手順書っぽいのでパパパッといきます。この辺を作りますということで、チャンネル名をどこでもいいのでクリックして、 Add Apps っていうのを選択して、でビューアップディレクトリを押します。そうするとスラックのサイトに飛ぶので、ビルドを選択して UAPPS に進みまして、クリエイトニューアップで名前をつけて、まあ、トレロに送る感じで適当につけたんですけど、でクリエイトアップすると、はい、あなたのボットができましたということで、詳細な設定は後でやりましょう。で、ここまでできましたね。トレロするスタンプを、監視してくれるボットが上手しました。で、次にですね、トレロの API を使えるようにするのと、API ゲートウェイとラムダの構築っていうのをやります。ちょっとちっちゃく書いてるんですけど、 API ゲートウェイとラムダはリクエスト月100万件まで無料なので作っても怖くないです。で、ここを作りますということですね。で、この辺ちょっと手順そんなに難しくないんですけど、ちょっと説明時間かかるのでこんなものを作りました。ビットバケットっていう GitHub みたいなサービスがあって、そこにイードミーとかちょっと設定が簡単になるようなスクリプトを作ってみたので、よかったら見てみてください。で、この中でやっていることが、トレロの API キーとトークンを取得して、そうですね、スラックの投稿のどのカードを追加するときに、どのボードのどのリストにカードを追加するかっていうのを指定して、あと API ゲートウェイとラムダをパッと構築するっていうのをできるようになっています。で、さっき後で言っていたスラックボットの続きですね。ボットのページに行っていただいて、イベントサブスクリプションっていうのを選びます。こうするとスラック内で誰かが発言したよとか、誰かがリアクションつけたよっていうイベントをトリガーにして、ボットが何かアクションを起こすっていうのができるようになります。英語なんですけど、簡単な英語ばっかりなので怖くないです。次にですね、どんなイベントをトリガーにするのっていうのを選びます。リアクションアデッド、リアクションが追加されたことをトリガーにします。で、あ、そうですね、そのトリガーでどんなアクションをするのっていうのですけど、アクション先の URL をさっき構築した API ゲートウェイに、します。で、ここまでできましたということで仕組みが完成しました。
で動きとしては、まあ、ご想像の通りかなと思うんですけど、スラックでスタンプつけたらトレロのカードができますよっていうのが来まして、あのスラックにはスター機能っていう便利な機能があるんですけど、それじゃダメなの？いや、それがですね、いいんですよね。あの私スター機能使っても後で忘れちゃって、トレロはよく見るのでそういう時にいいなと思って私トレロばっかり使うよっていう方は使ってください。はい、どうもありがとうございました。以上です。